はい立憲民主党の堀越敬人でございます本日も貴重な質問の機会をいただきましてありがとうございます地球温暖化推進法の一部を改正する法律案について質問をさせていただくわけでございますけれどもまあもう先ほど委員の方からもそれぞれお話がありましたように私たちは今気候危機の状態にあるということでございまして これは昨年の11月に国会で決議をされた、これはもう与野党を超えての認識であるというふうに思っております、私たちもですね今、この気候危機対策強化推進には、やはり2030年における再生可能エネルギーによる発電割合50、50%にするべきじゃないか、それがまずベースになって、そして2050年のカーボンニュートラルが実現するんだと。 いうことを掲げているわけでございますが、まあ、その中で、当然、大臣も推進していくべきだと言っていただいているこの再生可能エネルギー。 これは私たちも当然ですけれども、やらなければいけないというふうに思う一方で,で、これまでまあ先ほどの委員のお話でもありましたように、再生可能エネルギーを促進するその背景に生物多様性が奪われてしまったり、あるいは森林の環境保全ということが行われなかったりというような状況が、やはり今、現状、散見されているというふうに思っておりますので、そうあってはならないということを前提として、今日は質問に立たせていただきたいと思いますが。 えー、今、実は国会前で、えー、デモが行われています、そのデモは何かと言いますと、まあ、NDC、この目標を今、政府の方で2013年と比較して、えー、45%削減という目標を出そうとしているのではないかと、非常にこれは、まあ、世界規模で見るとですね、 えー、日本は温室効果ガス排出量の多い国のトップ5になっていて、まあ、全体、そのトップ5の国々で、ね、地球全体の60%の温室効果ガスを排出しているというところからすると、やはり日本にもさらに厳しいその割合が求められているというところであるというふうに思っておりますし、えー、国際、世界国際機関でもあります、えー、クリメイト・アクショントラッカーでは、日本には約はり約62%。 の NDC、これを求めていくべきなんだということをこれ、出しております、まあ、有識者がかなり集まってです、ね、えー、研究がなされているところであると思います、でそこで、このピースフルクリメイトストライキっていってです、ね、あのー、モデルであり、まあ、環境アクティビストの小野リリアンさんという方が主催をして、4日間搬送するんですよ、4日間、水と塩だけで、もうそれぐらいの覚悟を持って、今、国会前で。 やってるんですね私もちょっとこの後時間が空いたらば行ってみたいと思うんですが、その NDC の目標62、62%程度、こかなり難しいというのはもう承知をしているわけですが、しかし大事なのは、われわれ国会議員一人一人が、そうした思いを持って、それこそ4日間しようと水だけ、これは命をかけてのことです、それも笑顔でやってらっしゃる。 その思いを我々は一人一人は受け止める必要があるんじゃないかなという思いを持って、ちょっとあの足を向けさせていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひ委員の皆さん、お気軽にご <laughs> 参加いただきたいというふうに思っております。それでは早速質問の方に入らせていただきますけれども、先ほどお話しさせていただいたように、生物多様性、これがやはりその再生可能エネルギーの促進や、 えー、いわゆる地域の,その循環型の社会の形成において、ないがしろにされていってはいけないということが、まあ、前提としてです、ね、進めていかなければいけないというふうに思う一方で,です、ね、やはりそのソーラーパネルをはじめとする太陽光発電のあり方等々については、やはり地元をはじめ、日本全体で、えー、いろいろなまあ地域住民とのまあトラブルであったり、問題も発生しているということであると思いますので、その点にかかる質問をさせていただきたいと思います。 まずです、ね、本改正案について、まあ、市町村が地域脱炭素化促進事業の対象となる区域である促進区域を定める際にです、ね、国が定めることとされている基準の設定の在り方について聞いていきたいと思うんですが、第21条の第6項に基づく環境省令として、今後定められる基準が森林法などのすでにある関係法令を遵守することを求める程度の内容にとどまるのであればですね、 これは生物多様性が脅かされる現状を好転することは、私は難しいんじゃないかというふうに思っています。えー、再生可能エネルギーが、生物多様性などの観点から問題とされるのはです、ね、やはり絶滅の危険性にある食、動植物がまあ地域に生息しているものをちゃんと守れるかどうかという、再生可能エネルギーの設置に関してです、ね、立地というのが、やっぱり大きなあの課題になるんだろうというふうに思っています。で、えー、ですので、ねまあ これ、端的に言うと、環境省のレッドリストはもう当然ですけれども、加えて、これ、県自治体やまあ市町村版のレッドリストというものも併せて重視をして、そして絶滅の恐れのある野生生物の生息や生育が確認されている、そういった地域においては、この促進区域に、 含めることは望ましくないと、私は明記することが必要だというふうに思っているんですね。その点について、ご見解を伺いたいんですが、やはり環境省が今現在も提供していますイーダスという、まあ、可視化できるそういうマップがあります。これは生物多様性の保全上、重要な里山里地ですね、それから生物多様性の観点から重要性の高い湿地であるとか、 重要な野鳥の生息地というものがもうマップ化されて、一気に一目で可視化できるという、こういうシステムがあるわけですが、環境アセスメントデータベースですね、こういったところもですねあるということから考えて、やはりその促進区域に含めることは望ましくないということを明記することが、私は必要なのだと思っています。さらに言えば森林ですね 生物多様性を保全するために CO2 をさらに吸収するために必要なこの森林ということも併せて促進区域に含めることは望ましくないと、旨をはっきり示すことが必要だと思っておりますが、大臣のご見解を伺いたいと思います小泉大臣。今、堀越先生からご指摘があった再エネ促進区域は、地域の再エネポテンシャルの最大限の活用の観点から積極的な設定を期待するものでありますが、同時に、 堀先生ご指摘の生物多様性の保全も含め、自然環境の保全への配慮も必要と認識をしています。さらに、我が国の国土の3分の2を占める森林は、森林吸収源対策を含む地球温暖化防止や多様な野生生物種が生息・生育する場として重要な要素であるとも認識しています。このため、改正案では促進区域の設定にあたっては、環境省令や都道府県の定める環境配慮の基準等に基づいて設定をいただくものとしており、 また地球温暖化対策計画や実行計画マニュアル等においても促進区域の設定に関する基本的な考え方を記載をしていく予定です今後こうした環境省令や都道府県の基準等や地球温暖化対策計画や実行計画マニュアル等の内容について適切に検討するとともに環境アサスメントデータベース先生がご指摘の EDAS これを活用した市町村への環境情報の分かりやすい提供などを通じて自然環境の保全へも配慮しながら 再エネの導入拡大を進めてまいりたいと考えております堀越君、やはりです、ね、私は先ほどからお話しさせていただいたように、あのこれは立法府としてです、ね、その含めることは望ましくないという一文を入れることが必要なんではないかなと、か確かにです、ね、その促進する地域、まあ、特に地方自治体でもです、ね、そりゃ生物多様性は、これ、もうインフラであり、財産であり、まあ、宝物なわけですから。 それを無,無残にこう脅かすようなことは、それはもう当然考えられないとは思います、と思いたいんですけれども、ただやっぱり立法、立法府として、姿勢としてです、ねえー、そういうのはいかんなだよということを伝えていただくことが必要なんではないかと思って、主張させていただいております。まあ、あのガイドライン等々、これから策定をして、周知、徹底していただくということでございますので、それが厳守できるように、これも同時にお諮りいただきたいというふうに思いますが。 やはり先ほどお話しさせていただいたイーダスこれ、あのまあ、これから質問させていただきますが、この温室効果ガスの可視化であるとか、あるいはその、ビジュアルでやはりこう見れるというのは、一目瞭然で、非常に分かりやすい点でもありますので、こういったところを活用していただきたいと思うんですが、私、これもイーダス、えー、何度も見させていただいているんですが。 あのタブレットだといいんですけど、スマートフォンだとちょっと重いんですよね、まあ、これはまあシステム的な問題でしょうがないのかもしれません。えー、あとスマートフォンに対応してなないような あのー、形になっているので、ぜひです、ね、その歩きながら、例えば見るときに、あの大きいタブレットやスマートフォンでも見やすいようなあのものに改良していただけると、これ、非常にありがたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします、はいえー、次にです、ね、改正案に関連して、少し細かい点なんですけれども、再エネの特措法における環境保全のための手続きについて伺いたいと思います。 再生可能エネルギー発電事業所は、再エネ特措法に基づいて事業計画の認定を申請する際に、資源エネルギー庁作成の事業計画策定ガイドライン、確認する、それを確認することとされております。このガイドラインにですね、環境保全に関するところはです、ね、推奨される事項が規定されているんですけれども、規定されているだけで,です、ね、実効性が本当にあるのかと。 というところがあの、私は非常に疑問を持っているところでありまして、その効果が最大限発,発揮されるように、その履行状況を確認できることが大事だというふうに思っています。そこで,です、ね、資源エネルギー庁に伺いたいんですが、この事業計画認定にあたって、環境保全に関して推奨される事項の実施の有無や実施内容を確認する手続きは設けられているのか、で手続きがもしある場合にはですね、 その手続きは、実施の有無とか、実施内容をしっかりと確認できるようなものになっているのか、これ、例えばです、ね、抜き取り調査等々を行って、えー、例えば実際の確認状況をある程度網羅的にこう把握をして、そして改善の余地があるのであれば、その作業を行うということがあの、やはり必要なんじゃないかなというふうに思っています。で推奨される事項についてはです、ね、期限を設けて、この実施の有無であるとか、実施内容。 を確認することができるように、仕組みを私は見直す必要があるというふうに思っているんですけれども、資源エネルギー庁のご見解を伺いたいと思います佐藤大臣政務官。お答えいたします。あの先生ご指摘のとおりです、ね、この再エネのさらなる導入拡大や、やはり長期安定的な事業の実施のためには、地域や自然環境との共生をですね図りながら事業を進めていくことが重要であると考えております。 このフィットの認定におきましては、2017年の改正再エネ特措法の施行後ですね、その申請段階において、環境保全に関する推奨事項を含め、事業計画策定ガイドラインに従った適切な形で事業を行うということ、それから環境保全に関する法令を含む関係法令の規定を遵守すること、この2つについて、同意、制約することを求めている状況であります。その上で 仮に認定をされたあとにおいてです、ね、法令違反の疑念が生じるケースにつきましては、都道府県等をはじめとするです、ね、関係行政機関から違反状況についての連絡があった場合に、速やかに当該行政機関および事業者双方にです、ね、確認を行って、状況に応じて再エネ特措法に基づく指導であったり、また改善命令等を通じて、違反状況改善に向けた取り組みを進めることとしております。 推奨事項に関してはです、ね、こちらはまあ努力義務ということになっておりますけれども、まあ、努力義務違反の摘発のです、ね、ために、ご指摘の抜き取り調査、また推奨事項の実施状況のまあフォローアップ、まあ、こういった考え方もあると思うんですけれども、まあ、こういったことよりも、すね、我々としては関係法令違反といった、遵守義務違反に違反する悪質な事例に対して、まあ、自治体とも連携して厳格に対応するということをです、ね、重要だと考えておりまして、まあ、今後とも各地方自治体および関係行政機関と密接に連,絡連携 をとりながら地域や自然環境と共生した再エネ事業が進められるよう取り組んでまいりたいと思います堀越君総、はい、務官ありがとうございましたあのー。 やはりです、ね、今、再エネ、いろんなところでこう展開してられていて、まあ、これからさらにそれが増えていかないといけないという私の立場でありますし、まあ、国としてもそれは推進していくんだということもあります、しかしまあ、いろいろ見ているとです、ね、まあ、自然環境との調和とは言いつつ、やはり自然環境破壊の方が圧倒的に、これは希望的には多い、インパクトとしては大きいんじゃないか、そういうふうに思われるような開発、再生可能エネルギー事業も、これやはり横行しているというふうに思っています。 特に気候変動の時代を迎えていてです、ね、災害等々が多発している中でやはり山岳地域、山の部分にです、ね、太陽光パネル、メガソーラーこれも展開されているんですけれどももともと地盤がかなり緩くなってしまっている地域がこれありでさらにまあ想定を超える雨量によってそれがまあ流されると。 で当然、下流に人家がないわけでもありません、そういう地域もありますのでね、そういったところはあの危険と隣り合わせで生活しなければいけないという不安を持たれている方々も当然、多いわけですので、やはりこれからそういったあ再生可能エネルギーのあり方についても促進しなければいけないという一方で、やはりその環境のに配慮をしているところをしっかりとあの守られるように。 していただきたいと思います、えー、環境保全に関しては、先ほど推奨される事項に関しては努力義務だということでありましたけれども、これをさらに一歩踏み込む必要も、私はそのあるのではないかなというふうに思っていますので、ご検討の方よろしくお願いしたいと思います。はいえー、それではです、ね、併せてこ森林営法に基づく 臨時開発の許可制度についても、ですね環境保全の観点から伺いたいと思います。再生可能エネルギーを導入する際のトラブル、先ほどからお話しさせていただいたように、全国で、まあ、これ、発生しております。ある日、突然、ですね森林がこう伐採され、太陽光パネルが敷き詰められて、自然も景観も破壊されるというような事態は、ですね本来あってはならないことだというふうに思っています。ここのトラブルが、まあ、起こりうる臨時開発についてはですね 森林法に基づく林地開発許可制度があって、まあ、1ヘクタールを超える開発行為を行うときには、許可基準として、災害の防止、水害の防止、水の確保、そして環境保全という、これ、4つの観点から審査を行うというものがあって、これにまあいずれも該当しないと認められるときは、各都道府県知事が許可しなければならないよということになっているわけですけれども。 この環境保全に関する基準に関してはです、ね、平成14年3月の事務次官通知によって、周辺の植生の保全等の必要がある場合には、開発行為をしようとする森林区域内の適切な箇所に、必要な森林の残地、または必要に応じた造成が行われることが明らかであることということとされている。 つまりま、開発するところには、ある一定の,この必要な森林があると、それ、もしなければこれ増設してくださいよということが盛り込められていると、その上で、細かいその運用対策として、平成5年の林野庁間の通知で、周辺のえ植生の保全等については、貴重な動植物の保護を含むとしていて、 各知事の許可にあたってはです、ね、単に機械的に決められたこの残地増生森林率で見るだけではいいよと言ってるわけではないということだと私は思っています。しかしです、ね、残念ながら、各都道府県では、環境保全について、この残地増生森林率を定めて、これを満たしていれば、ただ機械的に基準をクリアしているというふうなところも、懸念として私は持っています。これれ言い換えればです、ね、この環境保全と いう項目があるにもかかわらず、森林の残地であるとか、造生というのをやられていれば、それで環境が保全できているよというふうに見なしているということになるので、環境というのは、そういった点においては、森林の残地であるとか、あるいは造生が行われれば、それで完全に保全できるというものではないと、でただもちろん、その前提の3項目において、水の件であるとか、そういうのものありますけれども。 このあたりでいうと、この生物多様性の観点から弱いんじゃないかと思うわけです。例えば、保水力の低下に伴って、の水の供給減少によって、ホタルであるとか、三ンシであるとか、その辺の水性の生物等々にインパクトを与えるというようなことが、これ、あれば、これは貴重な動植物の保護を含むとされているわけですから、当然、都道府県は、 エネ事業者に対して、そうした貴重な動植物の有無を確認させて、貴重な動植物があった場合には、開発による影響を予測して、予測結果を踏まえた上で適切に対応を行うように求めていくことが、私は必要であると思います。そこで、林野庁に伺いたいんですが、都道府県が森林開発許可にあたって、その点に関してどのような審査を行っているのか、審査の実施状況を把握されているのか、把握していない場合には、 例えば簡易なアンケートやヒアリングでも結構ですので、えー、この点に関する審査、実施状況を調査して把握する必要があると思いますが、いかがでしょうか林野ょう、小坂森林整備部長。お答えいたします林地開発許可制度これは都道府県が自治事務で行っております。 個々の案件の審査については都道府県が判断するということになっています。しかしながら、林野庁では、会議等を通じて、許可事務の運用状況を把握して、内容によっては、許可要件に関する技術助言を設けるとか、そういったことでえ必要な指導、助言を行っているところでございます。あのこのうち環境保全にかかる要件につきましては、議員ご指摘のとおり、開発行為の目的に応じて森林を残地、造成。 する割合であるとか、配置の基準を定めるとともに、特に貴重な動植物の保護も含め、周辺の植生の保全が必要な場合には、残地する森林の適切な配置、つまりまんべんなく残地するんじゃなくて、こういった箇所にきっちり適切に、重点的に残地する、そういうことを行うこととか、さらには環境衛生評価の実施箇所では、その結果を踏まえた審査を行う。 さらには必要に応じて動植物に及ぼす影響の範囲の調査を行うまあそういったことを技術的な助言として定めているところでございますまあ、こういったことを踏まえ都道府県におきましては必要に応じてまあ、例えば環境部局に え確認する、レッドリストの状況を確認する、それを確認して、そういうものがいれば、事業者に伝える、そんな取り組みを行ってたり、当然、環境衛生えーえー影響評価の結果を踏まえた審査を行う、そういったあことでまあ適切にえ運用されているものだというふうに承知しているところでございます堀越君、はい、ありがとうございます。 さ、えー、まざ、あ、まな取り組みをされていただいているということでありますので、まあ、これがさらにです、ねまあ、事前、ないことが起こってからそれをまた戻すというのは、これ、本当に極めて大変なことになりますので、事前にそういったことが起こらないように、ぜひ、えー、取り組みを強化していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、また えー、そうですね、あこの辺はのかなじゃ問かして。じゃあ、続きまして、ちょっとあのテーマをがらっと変えていきたいと思いますが、温室効果ガスの観測体制の今後の方針についてということで、副大臣、よろししくお願いします、はいえー、これまでもです、ね、私、環境委員会の中で取り上げさせていただいたんですけれども、こちらに模型があります、この伊吹2号と、ーサットツ2という、この温室効果ガスの観測技術衛星2号ですね。 これは本当に素晴らしい技術だと思います、JAXA、えー、との競争共同開発によって作られて、私の地元である伊勢崎市に、明星電機というのがありまして、その明星電機さんがこの電子パーツを作っているんですねで、非常にその明星電機さんにお邪魔させていただくと、まあ、高度なセンサー技術であるとか、この宇宙空間で対応が可能な装置等々について、えー、開発をされている、まあ、そういう高い技術力を結集した、まさにしか,しか,しかもこれを世界に。 しっかり貢献できるようなものになっているということについては、ここの技術開発等々については、やはり日本の高い技術力が世界に貢献できる大事なテーマだと思いますので、取り上げさせていただきたいと思います。この伊吹 u 世界初のです、ね、温室効果ガス観測専用の衛星で、2009年1月に打ち上げられて、それから10年以降、10年以上ですね、地球全体の温室効果ガスのモニタリングを行っていて、 2018年の10月に2号機、このゴーサ a t 2ですね、これがまあ打ち上げられて成功したと、私も打ち上げに行きたかったですけれども、行けなかったということで、非常に残念な思いをしておりますけれども、この1号機の観測データ、これ、ホームページで誰でも見ることができる、今、ぜひ、委員の皆さん、あ今、通信だめなんですよね、タブレット、持ち込んでと申しますね、この委員会が終わったら、ゴーサ a t 2ー国立環境研究所のホームページ等々でえと飛べて、実際、地球全体で、 温室効果ガスの2009年から今現在までのこの変異というのが、色で可視化されて見えるというのがありますので、ご覧いただきたいと思いますし、今回、これが世界に無償でこれ、提供されている、非常に素晴らしいことだと思います。 今回の2号機、もうパリ協定に基づく世界各国の温室効果ガス排出量の報告の透明性を確保することであるとか、世界全体での排出削減努力の進捗評価に貢献することが記載をされておりますし、新型コロナウイルス感染症が、 まあ、まん延を始めて、世界全体で経済活動、人の動き等々が止まったときには、この温室効果ガスの観測衛星である IBUKI が、ねえー、CO2 濃度を実際、解析をして変化が捉えられていると。 いいうことも承知をしていますやはりこういう観測はですね継続的に行っていかなければならないと改めて感じるというところでありますが、この息吹の重要性について、ですね笹川副大臣、答えていただけるということでございますので、まずどのように認識されているのか、お伺いさせていただきたいのと合わせて、えー、観測を継続していく、こういう方針があるのか、温室効果ガスの観測体制について、今後の方針をお伺いできればと思います。笹川副大臣 あの堀越委員には、あの毎回この息吹の運用について、えー、委員会でご質問いただいて、えー、エールを送っていただきまして、大変ありがとうございます、同時にまた、あの群馬の技術もご紹介をいただきまして、えー、同様に群馬県選出の議員とすれば、大変感謝を申し上げたいというふうに思っております。まあ、今今いぶきの役割につてては私がが答弁するよりりりりも今あの堀越委員からお話ああった通りでありまして、えーまあ、やっぱり一番 伊吹の役割の大きさというのはこのデータを各国、各機関に無償で提供しているということにあるのではないかなという,ふうに思っておりますしやはりあのパリ協定の目標達成のためにはやはりあの科学的な見地と裏付けというものは非常に大切なあの観点でありますのでそういった意味でおいてまああの国際的にも伊吹の役割というのは大きいと。 こういう同時にまた、いぶき初号機につきましてももう打ち上げしてからもう12年を経ったわけでありますがこれは設計寿命が5年ということでありますので、まあ、やはりそういう意味ではその次も考えていかなきゃなりませんし、同時にまた2号機についても、いずれにしてもそれぞれ設計寿命が5年ということでありますから、やはり継続して国際社会の貢献をしていく、パリ協定の目標達成に向けて貢献していくと。 ということになったときには、やはり次の3号機の打ち上げを目指して開発中でございますが、このことについても大事な取り組みだというふうに思っておりますので、いずれにいたしましても、3号機となる温室効果ガスの水循環観測技術衛星については、2023年度、令和5年度の打ち上げを目指して今、鋭意開発中であります。 同時にまたあの観測機能を大幅に強化し、排出源の特定能力と排出量の推計精度の、えー、なおし層の向上を目指しているということでありますので、引き続いて息吹を通じながらの貢献をしてまいりたいというふうに考えております堀越君、はいえー、話を聞いていて、またわくわくしてきたんですけれども、水も観測の対象にすると、いや、これは本当に今、気候変動の影響で、 我々日本は大規模な水害被害が起こっている一方で水がもうなくなっているという地域もありますのでそういったところを衛星を通じて可視化できるというのは非常にまた貢献につながるのではないかなと思います2023年ということですので割ともうすぐですのでね3号機にも期待したいなというところであります。この まあ効果について、私も先ほどまあお話しさせていただいたように、やはり可視化できるということが非常に重要だなというふうに思っていて、ホームページ上で2009年から現在までの色がこう分かれるわけですが、現在はこの大気全体の CO2 濃度は 412ppm から 413ppm というふうに言われているんです。 ただ412とか413とか言われても、あまりピンとこないんですよね、しかし、このグラフィックで可視化できるというと、2009年はまあ、真っ青だった、濃度的に、色的には真っ青に映るわけですけど、今はオレンジ色に変わってきているというのが、もう毎年毎年の変化っていうのがもうはっきり分かるんですね。でここれれからやははりり気候危機これを乗り切っていくには 政府の動きももちろん大事、だけれども、国民の理解をなくして達成できるとは私も思っていません。なので、そうした本当に怒ってるのと、本当にどうなっちゃうのか、イメージを持ってもらうために、この息吹をもっとアピール、環境省としてしていただきたいと思いますし、私もこれからもこの息吹を全力で応援をさせていただきたいと思いますし、加えて水の。 観測ができるということであれば、これはもうさらに応援をしないといけないなというふうに思っていますが、これ、ちょっとまた視点を変えるんですが、これ衛星なので打ち上げると、これ、人類はどん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 こ宇宙に向かって、これからさらに進んでいくんだろうというふうに思っている中で,で、この宇宙ごみの問題というのも、非常に実は深刻になってきておりまして、その点について、1点ちょっと質問させていただきますが、今回、伊吹1号機、 もう10年以上経過している、対応年数5年であるけれども、今現在も現役で働いているということでありますけれども、まあ、当然ですけど、ね、急な故障や、それこそ、うん、か宇宙ごみにぶつかって破損をして、まあ、機能しなくなるということも、まあ、これ、考えられるというふうに思うんですね。で、えー これ例えば他の衛星に衝突したりするかすると当然ですけど、大きな被害をもたらす恐れがあるわけで、内閣府によりますと、現在稼働中の政府の人工衛星は、気象衛星、ひまわりなど20から30機、これまでに打ち上げられた中には、故障して宇宙ごみとなった衛星もあるということで、件数は不明ということですね。 でこうした中で、まあ、このいぶき1号、まあ、運用終了後にです、ね、宇宙ごみになるのを防ぐための対策案をまあ検討し、まとめられているというふうに承知しています。そこで伺いたいんですが、この1号機の運用はいつごろ終了する予定なのか、終了時期について見通しをお聞かせていただきたいのと、宇宙ごみにならないような、どんな対策をしていくのかということを伺わせていただきたいと思います。佐川副大臣 あの先ほどあの可視化のことについてですけのスマホのご指摘もございましたので私もちょっと確認をさせていただきたいんですがあの国民の,あのスマホの普及率を考えればやはりあの先ほど土屋先生からのご指摘があった観光環境の教育というのは何も学校だけじゃなくてあのごく一般的な日常の中でも 知るとととといいううここは大切なだふす堀越委員からのご指摘のとおり確かに可視化したときに、一発でああいう色の映り具合で分かりますので、まあ、そのことご指摘、受け止めさせていただきたいと思います。また、いぶきの1号機の運用終了時期、また宇宙ごみにならないようにということでございますが、まあ、現在、あの1号機、宇宙のごみにならないように運用終了後に衛星を可能な限り制御して大気圏に突入をさせるという期間を 短縮すするる方針でで、JA、をはじめ関関係機とと今検討を行っていいころでございます2021年度中には、1号機の処分時期について判断できるよう、検討を進めてまいりたいと思いますし、国内外、特に NASA 等の関係機関との意見交換と、合意形成を図っていく予定でもありますあの。宇宙ごみにしないということは大切な観点でございますので、しっかりと取り組んでまいりたいと思います堀越君。はい この宇宙ごみっていうと、なかなかあの想像しづらい部分があると思うんですが、もう国連でもこの宇宙ごみ、スペースデブリというふうに言うんですが、このスペースデブリを減らしていこうというこの取り組みはしていかないとまずいというところまで来ている、そういう危機感があるんですね、これ、プラごみとまあ同様に、これ、対策は2つしかないと。 まずは減らす、そしてもう一つは、これ以上増やさないということなんですね、なので今、いぶき1号、10年、太陽年数5年を超えて10年以上働いてくれている、このいぶきは、こ,のこれ以上増やさないと、ごみにさせないということがまず対象になると思います、でスペースデブリのこの問題もです、ね、この環境省が所管になるのかどうか、ちょっと。 これはかどこなんですかね、ちょっとわかりませんけれども、まあ、ゴミというふうに考えたときには、やはりこれも視野に入れて、いろいろ対応を打っていかなきゃいけないというふうに思うんですね、あの国として。えー、当然、衛星、非常にいろいろなさまざま貢献をしてもらっている大事な科学技術の結集だというふうに思いますし、これからさらにその精度が高まってくるんだというふうに思っている中で、この今、スペースデブリ、ゴミ宇宙ゴミは1億個以上あると言われてるんですね、これ、大小さまざまです。 粉砕されたものも含めてそうなんですが、これに対して、減らす取り組みっていう中に、これ、すごいのがあるんですよね、監視・観測するっていうのは、これはまあなんとなくレーダーで探知してっていうのは分かるんですけれども、防御っていうのがありまして、例えば宇宙ごみが何かそのお衛星に近づいてきて、衝突するということがある、その衝突を熱に変えて防御するっていう、これ、JAXA で開発されてるんですね、今、現在。 そのえー、研究されているわけですけれども、まあ、そういうものが、ただ、やはりこれ、全体としては減らしていかなければいけないというふうに思っていますので、ぜひこの1号機の取り組みもです、ねえー、あまり、えー、先送りすることなく、対応していただければありがたいと思いますし、まあ、あのこれ、ちょっと私の完全に所感になるんですけど、内閣府で2050年、2040年度段階でもう目指す目標として、ムーンショット目標というのがこう挙げられている。 でここにはまあ宇宙空間に対してどうこうという目標ではない、入ってないんですが、ただ環境に配慮したことも、これ、当然、内閣府の方に入っているので、もう環境省として、このムンショット目標をどういうふうに見ているのかっていうのを、後で大臣に聞いてみたいなというふうに思ってはいるんですが、これ、やっぱり宇宙の進行、これらもやはりこれから本当に現実的に、例えば火星に人が降り立つであるとか、もう実際、かなりの解像度の火星での,この映像が、私たちが、 見ることができるようになってきてますので、遠くない未来にその宇宙空間がもっと近くなるんじゃないかなということを考えた上でで、この宇宙ごみの対応についても、ぜひわれわれも進めていかなければいけないんじゃないかなというふうに思っております。続いて、これ、おそらく最後の質問になると思うんですが、小泉大臣も記者会見で触れられていましたけれども、内閣府が先月19日に公表した気候変動に関する世論調査の結果ではですね、 脱炭素社会の実現に向け、一人一人が二酸化炭素などの排出を減らす取り組みについて、取り組みたいとするものの割合が91.9%、高いですね、9割を超えているで、排出削減に積極的に取り組む意欲の高まりが見られることは非常に心強いと思います。その一方で,です、ね、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする、脱炭素社会については、18歳から29歳。 のが知らなかったという回答をしているんですね10代20代が知らなかったこれ、先ほど、津谷議員の方からもあったように、環境教育の重要性がこういうところに出てくるんだと思います、私も環境を強化,化するのは、本当に大賛成でありまして、これはね、やらなきゃいけないと思います、本当に。あのこれまで、いや、津谷先生、先見の目があったんだと思います、本当に。 これからは環境のことを誰しもが理解している、そういう世界に日本もしなければいけない、これ諸外国では環境教育やられてますからね、気候変動、循環社会っていったときに、もうみんなピンとくるんですよ、だからプラスチック削減していきましょうっていったらば、そうだよねっていうふうにすっと落ちるということ、これがまだ日本では足りてないということが、こういう数字からも表れてるんじゃないかなというふうに思っています。 一層のそういう意味では、普及の啓発が必要になってくると思います、これまでさまざまな普及啓発、行われてきておりますけれども、根本的な対応にはなかなか難しいのではないかと、例えば私の地元、群馬県ではです、ね、自動車の保有台数がこれ、もう日本で1万なので、1人1台車を持っていると、もう公共交通の足というよりは、車でないと移動ができない、買い物もできない、学校にも行けない。 そういう状況がこれ、ありますので、やはり、じゃあ、そういう状況で公共交通機関を利用しましょうと言われても、なかなかそれ進めていくことが難しい部分も、これあ、残されてるんですね、課題としては。なので、各地域の特性を踏まえた上でです、ね、より個別具体的に戦術的な普及啓発活動を行っていくことが求められているんだろうと思います。 えー、そこでですね、まあ今後どのように人々の意識を変えていく行動につなげていくのか具体策について環境省に伺ってみたいと思います。渡局長、お答えいたします。えっと2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、国民一人一人のライフスタイルを脱炭素型へ。 転換を図るとといいうことがこがれは必要可決でございますまずあの委員あの、最初にご指摘ございました若者でございますけれども、えー、確かにあのご指摘のありました世論調査の結果あでは、えー、気候変動問題の認知度が相対的に高くないという結果が出ております。ただあの、2050年を担う将来世代でございまして、 その意識や行動の変容を促すことが非常に重要だと考えております、あの環境省におきましても、小泉大臣を先頭に若者グループとの対話をあの積極的に行っておりますけれども、ご指摘のようなまああの相対としてのデータがある一方で、非常にあの高い意識を持っている若者もたくさんいらっしゃるというふうにあの実感しております。 環境省では、気候変動がもたらす危機的状況やその対策を、環境教育ということもございますので、小中学生でも分かりやすく関心を持っていただけるよう、動画アニメを作成するといったこと、<laughs> さらに誰もが身近な将来の天気予報形式という動画を作成するなど、普及啓発を図っております。ままたたたこれも委員からございましたの地域の特性に応じた 普及啓発ということでございますが、国の地球温暖化対策計画で大きな方向性を示した上えで、例えばその地域の地球温暖化防止推進センターでございますけれども、ここで自治体と連携しながら、地域の地球温暖化対策に関する普及啓発を進めているところでございます。また、昨年末から開催し、本日も開催いたします、国地方脱炭素実現会議。 における地域脱炭素ロードマップの議論なども踏まえまして、脱炭素型ライフスタイルへの転換を図っていきたいと考えております。年齢も地域も多様な国民一人一人が、気候変動対策についてしっかりと理解し、具体的な行動変容に結びつけていけるように、環境省といたしまして、分かりやすく、さらに焦点を絞って発信してまいりたいと考えております。 堀君、はい、あの相対的に、えー、低いというのがあるかもしれません。でも本当におっしゃるようにあの、高まりは確実にあると思います。だから、外ででもやってるんですよね。私もあの同じ思いで頑張ってまいりたいと思います。ありがとうございました。<laughs> 次に